こんにちは、いにしえのネイリスト中山千恵子です。今回のサロンワーク動画はアクリルのスカルプチャーのフィルインとニューセット、そしてジェルネイルのワンカラーと手書きのハートとなっております。こちらの動画では、基本早送りと余分なところはカットしてサクッと見やすい時間にまとめています。早速ネイルマシンを使って表面を削っていきます。でね、カラージェルをオフしていったら結構根元を思ったよりも浮いていたので、浮いてるところと浮いてないところの境目を薄く削ったら、浮いてるところアクリルニッパーを使って切っていきます。残ったアクリルの部分はファイルを使って形をきれいにして、小指はオフかなと思っていたんですけど、同じくカラージェルを削り落としたら結構浮いてたので、もうそのままパカッと取っちゃいました。右手薬指だけでしたね、スカルプチャー残ってたの。左手はね、5本ともしっかり残っていて、すべてフィルインでいけたんですけれども、右と左結構差がありましたね。これはちょっと技術の向上頑張っていきたいと思います。甘皮を押し上げていきます。で、先ほどの表面削っている時も、今の甘皮を上げている時も、今はWSPT さんから中山監修のビットセットが発売したので、そちらを使用してるんですけれども、こちらのねサロンワーク動画が少し前の動画でして、まだねサンプルさえ手元にない時だったので、違うビットを使っています。甘皮の形を整えていきます。今回はスカルプチャーをつけていくので、地爪の部分はギリギリの長さに短くしていきます。スポンジファイルを使って爪の表面を整えていきます。私はね、あんまりアクリルスカルプの時も、ジェルネイルの時も、プレパレーションは、あんまり粗いファイルは基本的に地爪には使わなくて、スポンジファイルで軽く表面のツヤをなくす程度にファイルを当てています。で、プライマーを塗って、プレプライマーを塗ってからプライマーを塗って長さ出しをしていきます。まず最初にスカルプチャーから作っていきます。筆で液体を取って、パウダーを取って、ミクスチャーと呼ばれている状態にしたら、爪の上に置いて、まず甘皮周りは薄めに伸ばしていきます。なるべく地爪との段差ができづらいように、この時点で伸ばしていきます。で、今回のお客様は結構地爪の長さが短いので、ちょうどこの地爪と先端の境目あたりにハイポイントが来るように、厚みが来るように形を整えていっています。そしてお客様のオーダーで、今回は結構モリッとした、あの丸い形、ここから見た時にのスカルプチャーにしたいということだったので、中央の部分はミクスチャーを足して盛っています。なのでいつもよりちょっと効果が早そうなので、いつもだったらもう一本アプリケーションするんですけど、今回はもう一本のアプリケーションはせずにピンチを入れていきます。それではフィルインしていきます。フィルインの時は先端に残っているアクリルの上に一度リキッドを筆でタッチしていきます。その後にミクスチャーを取ったら、根元の方にミクスチャーを置いて、地爪との段差がないように広げて、さらに先端の方に伸ばしていきます。で、またね、地爪と爪の境目のあたりにハイポイントが来るように横から見た形を整えていきます。それでは削っていきます。まずアウトラインを削ってから表面を削っていきます。アウトラインを削ったら表面を削っていきます。
最初にアウトラインを削って、その後表面を削った後に、最後ねもう一回ちょっとアウトラインがいつも気になるので、もう一度最後にアウトラインを整えていきます。フィルインとスカルプチャーニューセット10本とも完成しました。ここからはジェルネイル編です。スカルプチャーを少し根元から外した状態でつけているので、根元の部分にはプレプライマーを塗って、それからベースジェルを全体に塗っていきます。もうねベースジェルは浜川周りの地爪の部分から先端の部分までまとめて一気に塗っていっています。今回お客様が選んでくださったカラーはとっても可愛いネオンピンクのカラーです。こちらをワンカラーで塗って、最初はマットコートにしようかなっていうことだったんですけれども、塗ってみたらマットにするのもったいないぐらいこの色がとっても可愛いとおっしゃっていただけたので、最初はねこのワンカラーとマットコーティングで終了という予定だったのですが、予定を変更しまして、ネオンピンクのワンカラーと何本かだけ手書きのハートを描いていくというオーダーに変更になりました。一度硬化をしたら二度塗り目をしていきます。アートをする指にだけノンワイプトップジェルを塗ったんですけど、なんかそこの動画、なかったですね。こちら1本だけノンワイプトップジェルを塗っています。私がね未硬化ジェルがない状態の方がペイントアートしやすい派の人間なので、ノンワイプトップ塗っておりますが、塗んなきゃいけないとかじゃねないので、お好みで塗ってください。でお客様にハートを確認してもらって、ハートのくぼみのところの線をね少し太くしたら、この形で OK ということだったので OK が出ました。一度硬化をしたらトップジェル塗っていきます。もうそろそろ完成となります。やった！ネオンピンクはマットも可愛いですけど、やっぱりねツヤもとっても可愛いですね。今回はこんな感じでネイルが完成となります。今回はフィルインとスカルプチャーのニューセットでまず土台を作ってから、ネオンピンクのワンカラーとハートのアートでした。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。それではまたね。